はいこんにちはこの子猫です。今日の一日一冊は、老心介護です。中国 SF3 体の作者、リュウジキンさんの短編5作が収められた SF 短編集です。2022年9月7日、満を持して翻訳が日本でも発売されました。早速読んでみましたが、めちゃくちゃ面白かったです。さすがね、リュウジキンさん。誰もが楽しめる エンンターーテイメント系ハードとしてはもう最高峰だと思います人類を作った神様が長い年月を経て老化してしまい、まあ、人類に介護を求めてくる短編「老身介護」もう面白かったですし恐竜とアリ大きさがあまりに違う2つの生物がお互い文明を発達させて地球上で共存するようになったらどうなるの という短編、白亜紀王子、もう面白かったですしね。まあとにかく、龍次元さん、まあ、発想が独特で、読むものの妄想力を書き耐えてくれるところが本当にいいんですよね。まあちなみにね、私が個人的にめちゃくちゃ好きだったのが、地球大砲。まあタイトルが心惹かれますよね。地球かける大砲とは一体何まあちなみに、大砲にビビッときた方。 まあ主人公は数十年にわたる人工島民から目覚めた一人の男、まあ、彼は島民から覚めるといきなり悪漢たちに拉致されてという話で、まあ、単純な未来サスペンスものかと思ったらいやいやそこはさすがリュウジキンさんゴリゴリの未来テクノロジーものでしたリュウジキンさんの作品、まあ、表面上だと テクノロジーに警鐘を鳴らしているものが多いように見えるんですが実はね全然そんなことなくてリュウジキンさん自体はテクノロジーが好きで好きで仕方ないし、まあ、それがね絶対に人類のためになると信じている、まあ、地球大砲もそんなリュウジキンさんの熱い思いが伝わってくる作品でよかったですねもちろんねサイエンスの部分だけでなく、まあ、心の部分もいつものようにたくさん織り込まれていて まあ、多くの SF ファンが楽しめること間違いなしの一冊、老身介護、読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ